Bangkok Air 001, runway 34, line up and wait. Runway 34, line up and wait. Bangkok Air 001. ターンパッドで U ターンをして滑走路に入ります。Bangkok Air 001, wind 340 at 12, runway 34, cleared for takeoff. Runway 34, cleared for takeoff. Bangkok Air 001. ここで滑走路を全力疾走する僕という茶番からのオープニング。チェンライ市街地の南2キロの場所に古い空港の跡が残っています。1926年に開港したチェンライ空港は、タイ国内で2番目に歴史のある空港です。1992年に新空港が郊外に開港してからも、市民の憩いの場として愛され続けている場所です。朝6時半の空港を歩いてみましょう。朝からたくさんの人が散歩や自転車を楽しんでいます。タイの中規模の町には池を囲んだ大きな公園や川沿いの公園が整備されているのですが、チェンライでは旧空港がその役割を果たしていると思います。空港の標高は400メートル。仮に日本にあったとしたら、松本空港に次ぐ高所にある空港認定ですね。滑走路長は1544メートルですので、1800メートル必要とされるエアバス A320 が離発着するにはちょっと短いです。滑走路の横にはゴルフの打ちっぱなしとショートコースがあります。日本の河川敷みたいな感じですね。センターラインの横にはエプロンへと誘導する黄色のラインが引いてあります。誘導されてみましょう。バンコクエア3番スポットに駐機してくださいみたいなイメージで、滑走路真ん中に H のマーク、現役のヘリポートでしょう。エプロンエリアに入っていきます。正面に管制塔とこじんまりとしたターミナル、管制塔の手前すぐ左に小さなステージがありますが、夕方エアロビのインストラクターが立つ場所ですね。さて3番スポットは右ですね。知らんけど、チェンライ空港3番スポットに到着しました。北側から800メートルほどの地点、ほぼ真ん中に一般道路が横切っています。お坊さんが朝の托鉢をやってます。すぐ横にある小高い丘のお寺からやってきたのでしょうか。
その小高い丘のお寺に登ってみましょう。滑走路や街を見下ろす絶景の予感がしませんか？ナーガが守る立派な階段が丘へと続いています。この程度であれば楽勝です。正面にはそこそこ大きなブッダの竜像、左側には雰囲気のある塔があります。そして街を見下ろす絶景は、門の向こうにセントラルプラザが見えるだけ、チェンライ近代化のシンボルということでよしとしましょう。滑走路横のショートコースです。ずっと前に一度プレイしたことがあったような、そこそこきちんとしたコースでした。スコアは覚えていません。滑走路の幅を補足中、1、2、3、40、41、42、一歩をだいたい70センチとすると滑走路の幅は30メートルですね。南側の滑走路端から150メートルぐらいの場所にターンパッドと消された着陸マーカーの痕跡が見られます。もともと1400メートルぐらいだった滑走路を延長したことがあったんでしょう。エプロンのすぐ横に小型機が展示されていますので見に行ってみましょう。まあ普通の小型機です。と思ったらなんか違和感が。胴体のすぐ後ろというか胴体の中にプロペラがついています。初めて見ました。なんていう機種なんでしょう。同じ日の午後もう一度訪れてみました。最高気温35度の平日ということでほぼ貸し切りです。チェンライに来る機会があるとこの飛行場に毎回散歩に来ています。車の音が聞こえない雄大な場所で風を感じながらひたすら歩く。この日日常感がとても気持ちよくて無になれるような感覚を楽しんでいます。滑走路を自由に歩くことができる旧チェンライ空港楽しいですよ。